会場の皆様、お待たせいたしました。ただいまから兵庫県警察音楽隊の演奏をお聴きいただきます。その前にプロフィールをご紹介いたします。兵庫県警察音楽隊は県民の皆さんと警察とを結ぶ音の架け橋として昭和26年に創設されました。全員が警察官で構成されており、兵庫県が安全で安心な街となるように願いを込めて県内各地で活発なミュージックパトロールを展開されています。それでは演奏していただきましょう。指揮は松浦学長、演奏の司会進行はカラーガード隊ホップスの大垣隊員です。よろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。ただいま紹介していただきました兵庫県警察音楽隊です。さあ、これからしばらくの間私たちの演奏をお楽しみください。それでは改めまして指揮者を紹介しましょう。学長松浦春信です。こんにちは。申し遅れましたが、私は本日の司会を担当します、カラーガード隊ホップスの大垣と申します。どうぞよろしくお願いします。それでは早速1曲目に参りましょう。まず1曲目は1939年にグレン・ミラー楽団の演奏によってヒットしたジャズのスタンダードナンバー「In the Mood」を演奏しましょう。それではどうぞ。Thank you.
メドを演奏しました。さて、続いての曲は特殊詐欺について兵庫県警察が作った啓発ソングを演奏しましょう。オレオレ詐欺や還付金詐欺、また架空料金請求詐欺など、最近では皆さんもよく耳にする言葉かもしれません。しかし、どういった手口の詐欺なのかというところまでは知らない方も多いのではないでしょうか。この曲では水前寺清子さんのヒット曲365歩のマーチに合わせ、さまざまな詐欺の手口や防犯ポイントを紹介した替え歌となっています。お配りしております歌詞カードをお持ちの方は、よろしければご準備ください。本日は兵庫県内で多くの被害が出ている還付金詐欺と架空料金請求詐欺を歌った4番と6番、そしてこれは詐欺かもしれないと思った時に覚えておいてほしいことを歌った10番を演奏します。それでは演奏しましょう。詐欺犯にワンツーパンチ、歌ってなくそう詐欺被害です。どうぞ。トランペットの哀愁漂う旋律をお楽しみください。
それではフライデーナイトファンタジーです。どうぞ。Thank you.
リーピーナッツのブリンバンバンボーンを演奏します。この曲は少年漫画マッシュルのテレビアニメオープニングテーマとして書き下ろしたもので、映像中のダンスが話題となり SNS で大流行しましたよね。それではどうぞ。Thank you.
私たち音楽隊の演奏会のお知らせをさせていただきます。来年で兵庫県は阪神・淡路大震災から30年を迎えます。そこで来年の2月16日に西宮市にあります兵庫県立芸術文化センターコベルコ大ホールにおいて、震災にちなんだ阪神・淡路大震災30年特別演奏会を開催いたします。詳しくは受付にチラシと看板を置いていますので、ご確認の上ご応募ください。皆様のご応募心よりお待ちしております。お楽しみいただきました兵庫県警察音楽隊の演奏は次で最後の曲となりました。最後は全国の小中学校、体育祭、文化祭などで取り入れられ、メディアでもよく登場し、皆さんのおなじみの楽曲となっているよさこいソーラン節を演奏します。迫力ある隊員のソーラン節とともにお楽しみください。それではよさこいソーラン節です。どうぞ。Thank you.
以上をもちまして、ホールコンサートを終了いたします。この後は常設プログラムのみとなっております。日頃見ることができない元貴賓室や屋上の見学、税関の業務体験やクイズラリーもございます。閉場までまだしばらく時間がありますので、ぜひどうぞお楽しみください。ありがとうございました。